ありがとうって言ったのか。ありがとう。うん、頭いらちゃん。なんでそんな怒るの？言い方言い方。うん。双子ちゃん寝る。開けられる？開けられた。ほら、つながってるの。グミ。グミ？つながってる。うん、よかったね。ほら、あの子。ほら、まだ開けてこないの。うん、じゃあお父さん開けてあげようか。開けてあげる？おいで。あんまり乱暴になって中潰れちゃうよ。これなんていうんだろう、ピオリン？ピオリンのおやつ。ピオリンのおやつ。ピオリンのおやつ食べませんか、誰か。一緒に。やがったやった。一緒にあげてグミのおやつ。うわ、何のやつって？ピオリンのおやつだ。これ、これ、これ。ピオリンのおやつ。昨日もらったやつ。ママ、これやっていいの？で、こうやっていいの？どうぞ、お好きに食べてください。はい。ちょっとピオリン食べてみてよ、もらったお菓子だから。昨日ね、もらったのよ。そう。これもらったお菓子、あんまり食べれないね。うん。珍しいお菓子だよ。ピオリン、ピオリン美味しいですか？お母さんの？お母さんも食べちゃった。お父さんもいただくわ。うん、ただ珍しいお菓子だから食べてみて。食べたことないでしょ。ありがとうって言ったのか。ありがとう。頭いらちゃん。なんでそんな怒るの？言い方言い方。びっくりした。私もなんか吐いてるみたい。さっき食べたじゃない、あなた。さっき食べたのと一緒でしょ。優しくどういたしましてって言ったらもっとよかったな。びっくりした。ありがとう。できるじゃん。なんだろう、ちょっとしっとりしてる。とてもいいか。どういたしましてってそんなにいろいろバージョンがあるんだね。すごいいい笑顔で食べてますよ。